戦している両選手、沖縄のプレミアリーグ決着はどうつくのか。この両選手本当に何度も対戦しているということなんですが、そうですね、ダビオラ選手とは松井さんと対戦したことがあるということですが、はい、が違うんですけど、団体戦で通用しました。はい、怖いですね。過去にも経験があると思いますね。荒賀選手というとやはりスピードな代名詞なんですけれども、はい、はい、そうですが、このザビオラ相手にそのスピードをどう生かしていくかというところも見どころですか。そうですね。ザビオラ選手に警戒しながら試合を進めていると思うので、はい、やっぱり周りの関係感を保ったものですね。はい、赤、中国、青、中国、ジム、はい、しっかりに入りました。スピードとして相手に見えないようにこういったところをかなり発揮していました。荒賀方のうっこーっ、さあさあ素晴らしいですね。まだ戦を見ています。外国勢のことは十分に研究してきたと言っていました荒賀方の。集中集中集中、一旦離れます。このようにフリッキーの動きも大体あるんですよね。そうですね。ああ、今15秒。
하시고요. 6対1になりました。ジム。さあ時間です。